た武たけこう、立春神は、大韓民国海軍の駆逐艦。立春神級駆逐艦の一番艦。艦名は、立春神に由来する。た武たけこう、立春神は、KDX2 に基づく4,400トン級駆逐艦として、大有造船海洋で建造され、2002年5月15日浸水、2003年11月30日に、収益した。 2004年にリムパック2004に参加。2009年11月20日、ソマリア沖の海賊対策のための清見部隊第3次隊として、不山作戦基地を出港し、アデン湾にへ向かう。途中、12月初め頃に、マレーシアで開催される、防衛機器の展示会のために、l p a 6 1 1 1ドクシともに、飛行する予定。今回から、 新たに警備強化のために、海兵隊将兵8名が加わった。12月21日、オマンサラーラ港に到着し、第二次隊と交代し12月23日から護衛任務を開始する。2010年4月5日朝、インド洋上にて、海賊に乗っ取られたタンカー、サムホドリームの救出に向かうため、全速力で追跡を開始する。 海賊の母校に到着する前に接触し、海運会社による説得交渉を支援するため、関西ヘリコプターなどで圧力を加えるとされる。これまでは、船舶の警護や接近する不審船の臨検、制圧が主体であったが、乗っ取られた船舶の救出を行うのは、これが初めて。2010年5月20日に寄港する。2011年4月5日に、 清見舞台第7次隊として2度目のソマリア沖、アデン湾への派遣、5月から護衛任務を開始する。ありがとうございます。